イングランド、イングランド、スコットランド、なんとかランド。イギリスはアフタヌーンティーでしたっけ。はい、が辛かったです。辛かったんですか。とりあえずオックスフォードに編入します。Hey guys and girls, it's Catty Cat. We hit the streets and we asked the people in Tokyo here what they think about the UK. So let's find out what Japanese people think about the United Kingdom and Ask Japanese. イギリス、イギリスといえばフィッシュ&チップス。イギリスといえば、え、待って、イギリス最初に頭に出てくるの何でも OK。 何にも出てこないです。国旗、国旗、国旗ね。国旗何色でしたっけ。赤、赤と白。イギリスの有名な人、あれ、ビートルズ、ビートルズ、イギリス。ナイスナイスナイス、合ってます、合ってます、合ってます。あ、じゃあそこになんかある、なんか他の有名な人を思いつけますか。イギリス、イギリスの偉い人は、例えばイギリスの偉い人、メイさん。メイさんってイギリスですか。メイさん、メイさん、そうですよね。イギリスのだと有名な戦士とか。戦士、イギリスの戦士、スポーツ選手、選手。待って、イギリスのスポーツ選手って、ちょっとごめんなさい、セーラームーンの影響が強い。ああ、戦に変わってのごめん、選手、私スポーツ疎いな。全然出てこないもん。イギリスの有名なスポーツ、イギリスみんな絶対好きなスポーツ。何？何ですか？サッカー？ゴルフ？サッカー。サッカー、サッカー、サッカー。サッカーか。イギリスの有名な本、もしかして子供の時に。ハリーポッター。ビンパーン。ハリーポッター。そう。そうだよ。知らなかったんですか？知らないです。本は知らなかったね。本は知らない。ハリーポッター知ってますよ。イギリスの隣の国とかは？イギリスの隣の国？イギリスってだって島ですよね。うん、隣にも島あるんですけど。なんだろう。イギリスの隣の島？わかんない。じゃあイギリスは実はいろんなあの場所から一緒になったことをしてますか？イングランド。ああ、イギリス。スコットランド。そうそうそう。そう、イギリスって名前じゃないです。もっと長いですもんね。確か名前。ユナイテッドキングダム。そう、ユナイテッドキングダム。イングランド。あの男性がスカートみたいなのを履いてるところはスコットランド。ピンポン。あ、バチカンって違いますもんね。イタリアですもんね。じゃなくてバチカンじゃない。バチカンブイブーブー。イングランド、スイングランド、スコットランド、なんとかランド。なんとかランド、あ、アイル、ル、アイス、うん、アイルランド、アイルランド、アイスサン、アイスサンド、アイスサンドじゃない。アイルランド、アイルランド、アイルランド、アイルランド。で、実はそこにもウェールズが入ってます。ウェールズ聞いたことありますか。ウェールズ、すみません、ウェールズの人たち。すみません。イギリスを例えば旅に行くことができたら、そこで何したいですか。ああ、バス乗りたいです。あの赤いバス、2段ぐらいに分かれてるやつと、あとビートルズの横断歩道を渡りたいです。え、ハリーポッターのなんかとかあるんですか。聖地みたいなのがある。プラットフォーム3クォーターズがありますよ。なんだっけ、9と3分の2分、2番線、じゃあそこにぜひ。はい。イギリスといえばなんだっけ。ハリーポッター。ロンドン。いいです。いいですか。いいと思います。じゃあイギリスといえば、じゃあイギリスの有名な人、分かんないイギリスの有名な食べ物、全然分かんない。イギリスの有名な建物、キンコンカンコン、キンコンカンコン。学校、何の学校だろう。学校じゃない。ビッグ、ビッグバン、ビッグベン。ビッグベン。イギリスで人気のスポーツ。ラグビー。あ、なんだ。野球。サッカー。サッカー。誰ですか、有名な選手。ベッカムとか。ああ。イギリス、自分もイギリス行くことになったら何してみたいですか。バーに行ってみたいです。バーに行くんですね。ちなみにおすすめはパブなんです。イギリスのはパブの文化が強いので、おしゃれなバーよりもパブでみんなが一緒に座ってビール飲んだり。行ったことないです。そこには食べるの多くあるのはフィッシュ&フィッシュ&チップス、聞いたことありますか。ないです。なんか綺麗な街並みを見たいです。
ロンドンの？ロンドンの？え、ロンドンといえばなんかロンドンの名物とかなんか知ってますか？首都っていうことしか知らないよろしくお願いします。イギリスといえばビッグバンですね。あ、ビッグベン。イギリスに研修で行ったことがあったので、あとドッグショー。イギリス最大級のドッグショーってわかりますか？ドッグショー、クラフトっていう多分あるんですけど、それのドッグショーが結構世界一みたいな感じで、でそこに研修できました。どういった研修だったんですか？2日間はホームステイで、でその後の3日間はまあ研修でドッグショー2日間見てみたいな、であと1日は普通に観光みたいな感じで、みんなそのドッグショーでそのアジリティみたいな感じでワンちゃんがいろんな障害物をやるみたいな、あとはそのワンちゃんが綺麗にしてもらってトリミングしてもらってそれの大会を競うみたいな、英語なんで何言ってるか全然わかんないので一人でみたいな感じで見てました。あでもそういう審査が結構厳しいので、だ日本人も出てました、2人ぐらい。はい、それで自分家の犬をきれいにカットして自分で出すみたいな感じでやってて、3位ぐらいが確か入賞はしてましたね、日本人は。じゃあ私イギリスといえば女性も男性もきれいなイメージがある、美形がいっぱいいるイメージがありますね。自分のイギリスのイメージとかなんかありますか？イメージ、めっちゃ街がきれいなイメージがあります。イギリスといえばなんか例えば自分の歴史の本とかなんかイギリスのこと出てきたりとかしましたか？あったわ。イギリス革命だっけ、うん、あったあった。じゃあイギリスへの有名な人とか。わあ知ってんだよ、わかんないな、名前が出てこないな。映画に出てるタイトルとか。マイリー・サイラスの元旦那さんってイギリス人ですか？違う、マイリー・サイラスのこと詳しくないです、すいません。じゃあ逆に例えばイギリスの有名な本とか。わかんないな。絶対知ってると思いますよ、映画にもなってって。プーさん、確かにウィニーザップ。そうですよね、この間行ったわ、プーさん店に行ったから。プーさん店に行った、一緒にいたんですね、はい。じゃあそのイギリスで自分が経験したなんか驚いたこととかありますか？イギリスはアフタヌーンティーでしたっけ、はい、が辛かったです。辛かったんですか？あまり3時のおやつ食べない人だったので、だまた食べてすぐにまた食べてみたいな。でそのホームステイした時にお昼を作ってくれたんですけど、お昼も重くて、入らない、入らない、そうです、うん、でもうーって思いながら頑張って食べるっていう。何があったんですか？サンドイッチが多かったですね。イギリスでなんか食べ物のそこ行って食べてのイメージは何かありますか？フィッシュ&チップスを頼んだ時にワンって言ったのに1人1個みたいな、3人で行ったんですけど1人1個っていう風に伝わっちゃって、いや3人で1つって言ったんですけど英語が通じなくて。みんな1個もらいました。1個もらいました。食べきれましたか？あ、魚が嫌いだったのでそんなに食べれなかったです。でも美味しかったです、普通に。イギリスの食べ物イメージありますか？全然ないです。イギリスでみんな綺麗って言ってたのでどうだったんですか？綺麗です。あの仲いい人がいるんですけど、その人もイギリスと台湾のハーフの人で、そのめっちゃ綺麗です。まあ、台湾ってそこまだ台湾を結構いろんな海外台湾で、旦那さんがイギリス人みたいな。にゃー、ビートルズとワンダイレクション、あとはビッグベン。僕もワンダイレクションですね。どうだけです。どうごめんなさい、そうイギリスといえばワンダイレクション。頑張ってください。オックスアーリーポッター。あ、いいですね。オックスフォード大学。スポーツといえばラクロス。ラソおラクロス、ラクロス。あとサッカーもですよね。サッカーもみんな大好きです。私もです。サッカーチーム知ってますか？イギリスの。ないですよ。リバプール。リバプール。マンチェスター。マンチェスター。栃木 SC じゃないですか？栃木 SC じゃないですか？歴史、建物、ビル、人とかなんか思いつきますか？あ、アンドリュー・リンカーン、わかります。俳優なんですけど、うんうん、ウォーキングデッド好きで、主人公がアンドリュー・リンカーンっていうイギリス人で、それは知ってます。明日イギリス行くチケットもらったらどうしますか？まあイギリスの美味しいご飯が食べれるところに行きたいです。イギリスの美味しいご飯、何が出ると思いますか？なんだろう、何が出てくるんですか？フィッシュ&チップスとか。フィッシュ&チップス。フィッシュ&チップス。どういうやつですか？魚の揚げ物とフライドポテト。あ、美味しそうなんで、じゃあそれ食べたいと思います。おー、
じゃあイギリスへ明日行くことができたら、とりあえずオックスフォードに編入します。いらっしゃいませ。イギリスって聞いたら最初にポッて思う浮かぶのは何ですか？イメージ的には。国旗。なんで国旗なんですか？派手じゃないですか？それでなんかカバンとかにもなってますよね。カバンにそれでなんかあります。頭に。確かにファッションにも結構使われてますよね。それで国旗かなってあ、イギリスではじゃあ国の一番偉い人はちなみに王子はいますよね。プリンツはいますね。ウィリアム王子みたいな。それイギリスじゃないです。じゃあイギリスの食べ物とか考えたら何かイメージとかありますか？イギリスの食べ物。イギリスパンあのバッグのデザインの話してたので、もし3つのバッグがありまして、1個はイギリスの旗のデザイン、1個はアメリカの旗のデザイン、1個は日本の旗のデザイン、どれを買いますか？イギリスです。お、この旗の特徴というか好きなところは？派手なところです。なんか目立つワンポイントにできるかなと思って。イギリス、あ、かわいいわ、うん、ユニオンジャックみたいなやつですよね。じゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございます。Well, that was a little bit painful, but that's what Japanese people said about the UK. I'm glad that I didn't ask them about Brexit, because some general things were quite serious, unfortunately. On that note, actually, guys, I started YouTube when I lived in the UK. There is proof out there. There are YouTube videos all over the place of me exploring the UK, going around, eating tasty afternoon teas, dressing up like the first time and stuff like that. So that all actually happened in...the UK. So if you're curious about that, those videos are on my channel, on the Cathy Cat channel. You might have to go back quite a lot. But yes, that's where I started YouTubing. So I have a very close connection to the UK, and I must say I miss it. I miss my time there so much. And I hope that someday in the future, I'll be able to go back to the UK. Maybe one of your conventions in the UK is going to invite me. That'd be amazing. I'd totally be up for it for going. And then hopefully my British accent will come back a little bit again. So on that note, guys, if you actually haven't been with us yet, don't forget to subscribe. If you've been with us, don't forget to give us a big like. And I'll catch you soon for more stuff on Ask Japanese. Bye.